んにちは。亀真由美と三姉妹のサニーの玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズでございます。いつもありがとうございます。本日13日ですねでございます。はい、今日は、今頑張って、オーストリア風ですよ料理を作ってます。名前が難しくて覚えられないんですが、なんとかってだからもう今こう香りがすごいいい感じです。といってもそんな手の込んだものは全くしないです。はい、で今日は久々に快適恒例田舎ライフを、動画撮影させていただきます。明日にはアップできるようにいたしますのでよろしくお願いします。ヌーボーともオーストリア料理とも全然関係ないんですが、いつもの定番のものが届きました。これは必ずうちにあるものです。お安い、1000円グルメです。じゃーん、すごい玉ねぎスープです。はい、玉ねぎスープは何パターンかあるんですが、淡路島の玉ねぎスープとかなんかあるんです。でこれは今回はすごい玉ねぎスープですね。なんとこれはですね、50食あるんですよ。1000円で送料込めて50食って、1スープ20円ですか？いつも買ってるのは、この間見たら30食だったんで、これすごいお得と思ったら、ね、でも、これも何回か買ったことあります。ただ、私、味の違いがよくわからなくて、玉ねぎってほら、ケルセチンっていうんですか？なんかこう、血液サラサラになるとか言って。だからいつも、ワイン飲むときは結構ちゃんとスープ作るんですが、もう今日はちょっとしんどいなとか、ちょっとこっちの料理に手をかけすぎたので、楽にっていうときに便利に使います。はい。という感じでございますが、いろいろ入ってますね。あらら、ほんとすごいわ。ビタミン A、ビタミン D、ビタミン E、ビタミン B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸。まあ、とにかく、なんか、すごい元気成分がいっぱい入ってます。あら？今、実はサニーがちょっと不機嫌でございます。というのは、今日はお休み土曜日で、さっきまで、夫、ハチがおりましたが、今ちょっと、ここでこういろいろやって、リサイクルに行きまして、で、リサイクルに行って、この人はなんかこう、玄関でこうやってたんで、あ、もしかして私も一緒に行けるのかなと思って、もう、ルンルンしてたんです。そしたら、あららら、ら大好きなお父さんだけ、どっか行ってしまって、落ち込んでます。サニーよ。こっち見ないですよね。ずっと車で行ってしまったんで。サニーちゃん、置いてかれたん。本当だったらお父さんとどっか行こうと思ってたのにね。ショック？置いてかれたの？はっかりしてますよ、かなり。しかしサニーちゃん、今日の夜はちょっとしたご馳走がありますよ。サニーちゃんにとっても朗報ですよ。人の話も聞いちゃくれませんね。サニー、サニー、サニーちゃん、こっち向いて、こっち向いてください。サニー、でもなんかもうすごいクール。はい、ということで、でもサニーちゃん玉ねぎってすごいらしいよ。あら、サニーちゃんってなんかちょっと玉ねぎの色っぽくないですか？はい、ということで今日は頑張って動画を撮りますので明日アップいたします。はい、どうもありがとうございました。